今日はですね、天皇杯の松本山雅戦の前日ということで、僕が知りうる人脈の中での一番の松本山雅サポの玉です。お願いします。ワンソールワンソール、山雅の代名詞ですね。ワンソール、玉雅ですね。ギャグみたいにしてるけど、クースみたいな、怒られるんじゃないですか。これを見てる山賀サポも一緒にワンソールやったと思うんす。いや、そんな決まりはないやろ。挨拶の後にワンソールはないやろ。で、タマは今長野住んでますもんね。はい、長野に住んでます。一応タマは2年前ぐらいですかね、3年前か2年ぐらい前に、までは今僕が住んでるこの家に一緒に住んでました。僕らはね、そういう間柄ということで。住んでましたね。毎日毎日リビングで、松本山雅の試合をね、寝転びながら、なんか食いながら見てる。それが玉でしたから。いや、変わってないですね、今も。一番落ち着くんで。僕の周りの一番の山雅サポとして今出てもらってます。恐縮です。山雅サポさんに恐縮です。山雅サポになったのはいつからですか？はい、2017年です。J1 の時？いや、J2 落ちてきて2年目ですね。山賀はどうですか、今年は。今年山賀、正直言って調子悪いんですよね。あ、そうなん。いや、そうです。本当に。今、16位ですね。16位。前節勝って、そうですね。まあ、ちょっと調子は悪いということですね。調子悪いんですよね。言うても、山賀って J2 ではそんなに苦手な相手いなかったっていうか、結構勝ってたんですよね。はいはいはい。毎年毎年結構プレーオフ、出るのが結構常連のチームで、そのイメージあるよ。ありがとうございます。本当に俺もそれでファンになったっていうのもあるんですけど、でも去年あたりからちょっとなんか歯車がおかしくてですね。はいはいはい。鳥町監督いらっしゃったんですけど、その監督が辞めてから本当にちょっと、なんていうんですかね、今までの攻撃スタイルがうまくいかないっていうか、でも多分チーム全体としては鳥町監督のサッカーをやりたいんでしょうね。引き継ごうとさせようとしてるんですけど、なかなかそのパスが回らない。なるほどね。おしゃれに試合運ぼうとしすぎてて、違う、はいはい、歯がゆい。歯がゆい。サポーターとしては歯がゆいですけど、歯がゆさはあんまり出さないっていうのが山賀サポなんですよね。こういうことはあんまり言わない。なるほど。そのブーイングじゃないけど、どんな時でも、どんなに負け試合でも、ワンソール。そうです。いいことを言っていいですか。じゃあ今年 J1 上がれそう。いや、その辺はちょっと意地悪ですね。ガンバ大阪の余裕出てますよ、その J1 で今。落ちてこないでしょ、ガンバ見てるの。地獄よ、ガンバも。大変やん。むちゃくちゃ負けてるし。毎年言ってますけど、ガンバは落ちないっすよ。序盤だけちょっと弱い時期とかあるけど、結局ほら、勝ち方知ってるっていうか、その鹿島みたいな感じあるじゃないですか。うん、勝てるチームっていうか。天皇杯でちょっとガンバと。ちょっと酒。はい。酒。いや、一応これ回ってるんで。酒飲むの控えてもらいます。そうっすよ、ね、山賀でそのキーマンというか、この選手、はい、一押し選手みたいなのいますか、うん、もう天皇杯なんで、はい、フルスタメンで行くか、主力っていうのがね、出るのか分かんないんですけど、いるでしょ、河合シュートっていう。ほう。去年まで琉球にいたんですが、うん、まず去年のすごい攻撃スタイルなんですよね。うん、もう勝つときは本当に 4-0、5-0 で勝つとか、うん、負けるときはその代わり派手に負けるんですけど、その攻撃を支えたうちの一人に、フォワード、攻撃的ミッドフィルダ
ミッドフィルダー。いや、中盤、ごめんなさい、山賀サポさん。これ間違ってたら本当申し訳ないんですけど、俺は左にいると思ってるんですよ。左サイドハーフに。はいはい、トップ下って言われるとこなんですかね、それは。はいはい、でもまあ、もうめちゃくちゃいいパス回すし、相手の動きもよく読めるし、うん、そうですね、攻撃の仕掛け点になってるっていうのがもう、川井シュート。ガンバはその川井選手に注意しろと。まあ、注意してください。山賀ってそんなにボール保持もしないチームなんですけど、一気にねショートカウンター狙ってくるプレスをバンバンやるっていうのが山賀のスタイルで、でショートカウンターでポンと来るんで、そしたら川井突発的に本当パッと動いて、スペース見つけていいとこにパスを送ったり、おとり結構ちょこまが動く。厄介な選手。厄介で、まあ、攻撃に参加してくる選手。今のガンバは結構見てたりする？ハイライトは見てますよ、J1 のチームは。あ、そう。ハイライト絶対見てます。ガンバもまあ、そこまで調子良くないんですけどね。ガンバでいいなと思う選手とかいますか？ガンバといったらペレイラっすね。あ、元ヤマガ。レアンド・ペレイラ。はい。ヤマガさん。ヤマガが。最初ヤマガやもんね。あんまりこれ知られて、最初は山賀なんです。山賀、広島、ガンバ、まあ、で広島はレンタルで移籍したんですよ、最初は。はいはいはい。去年までは。そこから、まあ、ガンバに完全移籍になったんですかね、契約がもう。ペレイラはどう？移籍になったんだ。山賀の時のペレイラはどんな感じでしたか？いやね、まあワントップだったんですけど、あの時、フォーメーションが。で、まあソリさん、それは変えないんで、まあ、最初の方はペレイラ使ってたんですけど、なんかね、あんまり連携取れてなかったですね、周りと。いい思い出ないよ。はい、ここ、なんか15ゴール、広島で15ゴール取るとは思ってなかった。いや、正直思ってなかったです。うん、でも最近結構、まあ、点もちょこちょこ取ってるし、惜しいシーンも結構多いよ、今。ガンバでも。うん、ちょっと当ててる。前節そうだったんで。そうそう、エスパルス戦は結構良かったからね。めっちゃ惜しいのがあって。でもこの横浜 FC 戦も2ゴール決めてますよ。それで 2-0 で勝ってるんですよ。あれね、矢島からのスルーパスでね、一人抜け出して決めたやつな。飯食うてるやん。YouTube 乗んのに飯食うてるやん。それちなみに何食ってんの？見せますか、これ。見せるほどでもないんですけど、ポテトサラダですね。はい、山賀カラーのですか？山賀。ああ、そうですね。あ、そうなの。わかりました。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ドミンさん、このユニフォーム覚えてますか？ガンバ大阪のサポーターの皆さん覚えてますか？この何でしたっけ、ユニフォームは何でしたっけ。まあ山賀みたいなちっちゃい町でやってるチームのユニフォームなんて覚えてないですか？はい、覚えてないでしょ。いや、そういうつもり、なんかありましたっけ。こちらですね、山賀降格した年ユニフォームをあえて今着てるんです。あ、なるほどね。ええ、J1 2019年の、はい、これユニフォームです。このボーダーラインのこれなんですけど、それをあえて着てる今。それをあえて着てます。で、なんで着てるかっていうと、はい、最終的に降格した試合がパナスタでのガンバ大阪戦だったんですよ。あ、そうなんや。そうやったっけ？そうです、そうです。最終節から1個前の試合ですね。そこで山が結構粘ってたんですけど、まあ、引き分け以上でまだ J1 残留あるぞみたいなのも言われてたんですけど、ガンバが爆勝ちしたんか。コテンパンにやられたスパナスタで。そうだそうだ。4対1とかで負けます。ああ。だからその降格のその決まった日以来のパナスタガンバ戦ってことだね。ほんとそうです。そうです。じゃあ結構サポーターとしては燃えるというか。忘れて、ね、数ある J1 での試合ですけど、ガンバでのパナスタ戦は
多分みんな忘れてないと思うんですよ。おお、これはちょっといい話聞きましたね。なんか山がサポならで、ね、俺ら覚え、俺は覚えてなかったの。逆に言うと俺らも一回落ちたことあるけど、うん、そのヤマハスタジアムのジュビロ戦は、はい、ちょっと忘れ、誰も忘れてないもんね。いやですよね、うん。予想スコア聞いていいですか？延長あるんですよね。延長も PK もある。あ、じゃあ90分以内では決まらないと思うんですよ。おお。ヤマガが本当に耐えて耐えて同点に追いつくんです。後半の40分ぐらいに。うん。1-1 ぐらいで油乗ってくる。うん。1-1で延長行って、延長でも決まらず、もうほんとそこも山賀も耐えしのいで耐えしのいで、PK で山賀勝ちます。5対3です。誰が外す？ベレイラ。ベレイラかい。まあ、でも、PK までとかは全然ありえるもんな。天皇杯、ね、全然ありえますね。うん、一応今、ガンバも夏の鬼の15連戦の次10戦目なんで、結構劇的に疲労はしてると思います。スタメンどうなるか分からんけど、ね。それは山がチャンス。まあいろいろね、話して、ありがとうございました。はい。こちらこそありがとうございました。はい、まあでも天皇杯は多分、ちょっと負けるわけにはいかないので、8-0 で勝たせてもらいます。すいません。囲い健太郎、怪我でもしたんかい。いやいや、キーパーの囲い健太郎、怪我でもしたんかいっていうツッコミはおかしいですよ。ちょっと映像がちょっと見られへんねんけどね。一応ツイッターとか頼りに、あと現地の人の声を頼りに生配信やろうと思ってるんで、よかったら見に来てください。ああ、もうぜひ電波辿っていきますんで。最後にちょっと一つ、やっぱり山賀のサポーターとして言って締めたいんですけど、じゃあ僕が言うんで、その後に言ってください。はい。コロナ禍でも一つになろう。ワンソール。